レージェンドシガ FC は、滋賀県森山市を本拠地とする社会人サッカーのクラブチーム。J リーグ加盟を目指すクラブの一つである。2005年4月に、滋賀県から J リーグ入りを目指して発足した。設立母体は、滋賀県サッカー協会。発足時のチーム名は、滋賀 FC。2008年1月に開催された関西府県。 サッカーリーグ決勝大会で優勝し、2008年シーズンより、関西サッカーリーグ2部に昇格した。2008年は、関西リーグ2部で優勝し、翌2009年は、関西リーグ1部に昇格したが、2009年は、リーグ戦で7位に終わり、2010年より、関西リーグ2部に降格した。2010年2月22日、滋賀県社会人。 サッカーリーグ一部所属の FC 都立滋賀と統合、合併し、東洋実業が、スポンサーとなり、滋賀 FC に所属した選手の多くは、同社の契約社員として受け入れた、事実上の企業チーム、都立滋賀 FC として活動することが発表され、公式サイトから、J リーグを目指すという文言がなくなった。2010年は、関西リーグ2部で優勝し、 関西リーグ一部に昇格した。2011年は一部7位に終わり二部に、降格しこの年を限りに、東洋実業が運営から撤退、企業チームとしては2年で幕を下ろし、再びクラブチームに戻った。2011年11月にクラブ名の公募を行い、12月にレージェンド市が FC に改名した。レージェンドとは、 レイクとレジェンドを組み合わせた造語で、滋賀県を中心に、クラブが発展を続け、はるか未来に、湖の伝説として語り継がれてほしいという願いが、込められている。2012年は2部2位となり、一部への再昇格を、果たした。2015年5月、JFL に所属する、三帯は腰がと統合予定と京都新聞に報じられた。 しかし交渉がまとまらず、2015年9月、チーム統合を断念して、独自に J リーグ加盟を目指す方針になった旨報じられた。ありがとうございます。